ブダペスト、ハンガリー、25日イコール手島リコ、女子やり投げ決勝で、北口春ジャル、が金メダルに輝いた。最終6投目で66メートル73のビッグスローを決めた。世界陸上での日本女子の金メダルはマラソンのアサリ純子、1993年シュツットガルト大会、鈴木ひろみ、1997年アテネ大会、に次ぐ3人目。 五輪の金も女子マラソンの2000年シドニー、高橋直子、2004年アテネ、野口水木だけで世界大会の陸上トラックフィールド種目での金メダルは日本女子初の快挙となった。規定により2024年パリ五輪にも内定。陸上では第1号となった。北口春もう興奮しすぎちゃってよくわからない。最後の投てきで投げられると信じてよかったと思ったし、 5投目までで終わったら本当に後悔すると思った。もっと時間かかると思ったけど、こうして取ることができて、今まで頑張ったのが本当に良かった。自分が必ず歴史を作ると決めてここにやってきたので、本当に辛いことたくさんあるけど、今日だけは世界で一番幸せです。ちゃんと練習を出せた自分を褒めたい。6投目で4位に落ちていたので、去年のことをやり返されたと思った。 必ずいい結果が出ると思ってピットに立った。この後もシーズン続くし、来年五輪もあって、東京の世界陸上もあるので、トップに居続けるのは簡単じゃないけど、いられるように努力したいし、応援してくれたら嬉しい。